大人の皆さん、こんにちは。テレビアニメ流浪に剣心のオープニングテーマ、そばかすの大ヒットなどで知られるジュディ&マリー。ジュディマリの愛称で親しまれた彼らは、バンドメンバーそれぞれの個性が強く、やがて90年代のロックシーンを語る上で欠かせない存在となっていきました。再結成が最も熱望されるバンドの一つと言っても過言ではありませんが、実際のところ再結成の噂が浮上しては消え、また浮上しては消えを繰り返しています。この記事では、ジュディ&マリーの解散理由としてささやかれているメンバー間の確執やドロドロの不仲説、さらに再結成の可能性について掘り下げます。ジュディ&マリーの結成は、他のバンドでメジャーデビューしていたベースの恩田義人さんが1991年6月に映画の撮影で北海道を訪れた際、エキストラとして参加していた当時短大生のゆきさんと知り合ったのがきっかけでした。映画スタッフたちとの飲み会の場で、ゆきさんがバンドをやりたいけどどうすればいいのかわからないと恩田さんに相談。その後、ゆきさんから送られたデモテープを聞いた恩田さんがその歌声を気に入り、以前から構想を練っていた女の子が歌うポップで切ないサウンドをバンドでやるというイメージにぴったりだったため、ゆきさんをボーカルに抜擢し、1992年2月にギターの藤本泰治さんを加えて結成しました。ジュディ&マリーというバンド名は、快活でポジティブな女の子ジュディと、少しひねくれ者のネガティブな女の子マリーという女の子の二面性を表しており、それがそのままゆきさん自身に当てはまることから名付けられました。同年4月、インディーズレーベルよりアルバムを発表。その後11月にサポートメンバーだったドラムスの五十嵐浩太さんが正式に加入します。この頃はメインのバンドを持つ恩田さんのサイドプロジェクトに近く、メンバーもそのつもりでおり、ジュディマリとしてのデビューは目指していませんでした。実際恩田さんは、ゆきちゃんもこのアルバムを名刺代わりに業界入りできればと話しており、アルバム発表とライブを終えた後は解散状態になっていました。しかし、やがて恩田さんのジュディマリへの熱意が強まり、再始動を決意します。当時フリーだったゆきさんにはあらかじめ伝えましたが、他のメンバーには何も告げず、先にデビューの段取りを行い、全てが整った時点で再始動を伝えて同意を求めました。五十嵐さんはこれに同意したものの、藤本さんはすでにソロアルバムを作る構想があったため、辞退せざるを得ず脱退。藤本さんに代わる形でオーディションを経て加入したのが拓也さんでした。そしてシングル「パワー・オブ・ラブ」でメジャーデビューを果たします。その後は順調に活動を続け、1996年2月にシングル「そばかす」がオリコンチャート初登場1位を獲得。100万枚の売り上げを記録し、この年の紅白歌合戦にも出場しました。1997年3月に発売したアルバムもオリコンチャート初登場1位を獲得。300万枚に迫る売り上げでバンド史上最高セールスを記録するなど、さらなる飛躍を遂げます。しかし、1998年に2度目の紅白歌合戦出場を果たした後、充電期間に入ります。約1年間の休止の後、2000年2月に活動を再開。以降も積極的にシングルをリリースし、夏にはイベントライブにも出演するなど精力的に活動をしますが、2001年1月9日に全国紙朝刊の全面広告で解散が発表されました。突然の解散に世間は騒然とします。その後、オフィシャルサイト等においてメンバー4人のコメントが発表されるなどはありましたが、解散以降に4人が揃ってメディアに登場したことは一度もありません。人気絶頂期での突然の解散劇、その裏では一体何が起こっていたのでしょうか。ジュディ&マリーの解散理由として最も有力視されているのが、恩田さんと拓也さんの確執です。そもそもジュディ&マリーは恩田さんのサイドプロジェクトとしてスタートしたバンドで、バンド名もバンドコンセプトも全て恩田さんによるものでした。一方の拓也さんは、当初オーディションで加入を許されたギター担当という存在。実際、バンド初期の頃はバンドの主導権は恩田さんが掌握しており、
ファーストアルバムは1曲だけユキさんが作曲し、その他の曲は全て恩田さんが作曲しています。ところがメジャーデビュー後、佐久間正秀さんという凄腕プロデューサーの協力のもと、バンドが急成長し巨大化していく中で、少しずつ状況が変わっていきます。拓也さんはもともとギターの演奏スキルが高かったことは言うまでもありませんが、徐々に作曲能力も開花していき、やがて佐久間さんもその能力を認めるようになったのです。アルバムに拓也さん作曲の楽曲が増えていくことで、恩田さんが当初描いていたバンドの方向性が少しずつずれていくことに。そして4枚目のアルバムに至っては、収録曲全10曲のうち拓也さん作曲の楽曲が6曲、恩田さん作曲の楽曲が4曲と完全に逆転してしまうのです。それに伴ってバンドの主導権も恩田さんから拓也さんへと移っていき、その頃から拓也さんの態度も大きくなっていったと言われています。それは恩田さんのバンド活動へのモチベーション低下に直結し、1999年の1年間のバンド活動休止につながっていきます。そして2000年2月の復帰第1弾シングルをリリースした後、恩田さんは脱退する意向であることを初めて所属事務所に申し出ました。そんな恩田さんの意向に対して、恩田さんの代わりを見つけることなどできないと考えたユキさんは、五十嵐さんと恩田さんの3人で何度も話し合いを繰り返しました。恩田さんは、たとえ自分が抜けても残りの3人で十分に続けていけるし、続けていってほしいと応じたそうですが、ユキさんが、バンドはチームプレイなので誰か1人でも欠けるともう続けてはいけないと譲らなかったと関係者は語っています。悩みに悩み抜いたユキさんは、徐々にそんな状態に嫌気がさし、私が終わるっていうことで終われるなら、スパッと綺麗にここで終えてしまおうと考えるに至り、じゃあ解散しようよの一言でバンドの解散が決まったそうです。しかし当時のジュディ&マリーの活動状況を考えると、たとえ恩田さんが脱退してもバンドを解散せずに他のメンバーで続けることもできました。それでも解散を決めたのは、バンドの創始者である恩田さんへの義理という側面だけでなく、ユキさんと拓也さんの確執も大きな理由だったと言われています。ジュディ&マリーのほぼ全ての楽曲の作詞はユキさんが担当していますが、一部ユキさんと拓也さんの共作による楽曲も存在します。詞を共作するほど仲が良かったユキさんと拓也さんは、かつて熱愛を週刊誌にスクープされたことがあります。代表曲そばかすがリリースされた1996年2月にフライデーが2人の交際を報じ、さらに1997年には半同棲状態にあったことも明らかになりました。翌年の紅白歌合戦出場後にバンドとしての活動を一旦休止しますが、これは2人が破局したことが原因ともささやかれました。2人の破局理由は明らかではありませんが、破局後のユキさんは真心ブラザーズのヨーキングこと倉持陽一さんと結婚しています。2013年に週刊女性が実施した女性1000人に聞いた再結成してほしいアーティストというアンケート企画で、ジュディ&マリーはチェッカーズを抑えて堂々の第1位を獲得しています。長年にわたって再結成が熱望されている中、2019年6月30日、東京代官山のライブハウスで、今だから語ってしまおうトークジャムというイベントが開催されました。このイベントは、恩田さんと五十嵐さんがファンの質問に答えるというもので、2001年に解散して以来、初めて元メンバーが語るということで大変な話題になりました。すると開始30分ほどしたところで、客席の後ろから拓也さんがサプライズゲストとして登場。会場は悲鳴のような大歓声が上がりました。元メンバーが3人揃ったということは、ファンにとって再結成を期待させる大事件。何度も再結成の噂が流れては消えているので、待ちきれないという思いでしょう。週刊女性がイベント終了後に五十嵐さんを直撃し、解散の真相について質問しました。解散の原因は拓也さんと恩田さんの対立とも言われている件について聞かれると、五十嵐さんは、拓也も恩田も何もわだかまりがないから来てくれた。これが全て。このイベント以前にも3人でしょっちゅう会っていますよ、と回答。
すでに2人の確執は解消されていると強調しました。ユキさんとタクヤさんが過去に交際していたことを今も引きずっていることはないかとの質問には、今は関係ないよ、2人とも大人だからさ、と答えています。またユキさんの夫である倉持陽一さんも再結成を許可してくれるかと聞かれると、みんな大人だから昔のことは気にしないですよと言い、再結成への障壁がほとんどないことを明かします。しかしではなぜ再結成が実現しないのでしょうか。それについて五十嵐さんはこうコメントしています。実はソニーには2度連絡してユキに会いたいと伝えました。しかし毎回折り返すと言われたまま連絡はありません。彼女のコンサート会場に呼んだと言って会いたいと言っても楽屋に入ることすら許されません。再結成以前にちゃんと4人で会って久しぶりに語り合いたい。でも誰かが壁を作っている。ユキ自身は僕ら3人と同じ気持ちであると信じています。2000年に倉持さんと結婚し、現在は2人の息子の母親でもあるユキさんは、2017年に長年所属していた所属事務所も辞めて独立しています。プロダクション関係者は、大手事務所に所属すると CD のリリースとコンサートツアーが定期的に繰り返される。彼女は家庭を第一にして音楽活動を自分のペースで続けたがっていると話しています。ジュディマリ再結成となると多忙になることは必至。母としてユキさんは今の環境を続けたいと考えているのかもしれません。90年代のロックシーンを語る上で欠かせない伝説的ロックバンド、ジュディ&マリー。再結成を阻む見えない壁がなくなる日は来るのでしょうか。いかがでしたか？今後も伝説のバンドやアーティストの情報をお届けします。チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。